どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グール RE コールトゥイグジスト、オールを使って今回はこちらのキャラクターの魅力化説をやっていきたいと思います。では、行きましょう。さあ、生放送でも使いに使いまくったオールですが、今回改めて、紹介していきます。まずは通常攻撃から。通常攻撃は、はい、うかくの斬撃ですね。これを、4回振るんですけど、まあ、連打してれば、もう、ほぼ、違和感なくずっと振ってるみたいな感じですね。はい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 。はい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 。みたいな感じでね。で、カグネの攻撃なんですけども、はい。わかるかな?この前方にタックルしながら最後一回ブレード振るんですけど、まあ結構ただヒットなんでね、これが。ちょっとコントロールが難しいな。はい。ザザザザザンみたいな。最後吹き飛ばしですね。で、必殺技が、前方に、はい、うかくの、爆撃波みたいな。爆発してるように見えるんだよな。まがまがしい、この、ピンク紫のエフェクトが。追撃も入れていこう。んで、次は、射撃ですね。射撃は、まあ、うかくなんでね。はい。バラ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 っと、この、ピンク色のうかこ、バラ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 と巻きます。これあれだよね。俺の、動画の中でもよく使ってる。古田に操作してたやつな。バラ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 と。んで、こんなもんかな。あとはまた覚醒まで、ゲージを貯めていこうか。オールはね、使って、すごい爽快感がある、キャラクターなんで、おすすめですね。あと、ボイスも素晴らしい。あ、あれだね。ユニークアクション2見せてなかったね。ユニークアクション2は、突進して、捕まえて、ぐちゃっと。はい。もぎたてのパイナップルみてえだな、あのシーンですね。はい。んで、こいつ試してみようか。ちょ、原作再現っぽいな。あとうさんかな?あ、ちょ、待って、ほんとに。ちょ、やめて。うかくさん、やめて。これで、ちょっと!はい。はい。くそ。おい。捕ませろ。これね、見てもらったらわかるんですけど、この、技を出すまでにね、すげえ時間かかるんですよ。ためが、ほら。1、2秒ぐらいかかるのかな?よいしょ、はい、ぐちゃっと。だから、その間に攻撃入れられちゃうと、ひるんじゃうんでね。まあ、かなり火力は高いんで、こういう中ボスとかですね。これ中ボスが出てきた時とかに使ってもらえると、まあ、なんて言うんだろう、美覚でいうつかみみたいな感じになってるから、首根っこを捕まえて持ち上げてる間は、味方も攻撃できるんでね。ぐちゃ。やべ、捕まれちゃった。その覚醒までゲージ、やばい当たっちまういやーアキラのこれもあれなんだな。360度なんだな。いって。ゲージ取って、こいつに、追撃を入れておこうか。アキラ倒したら覚醒していこうか。はい。いや、やっぱオール、最高なこのモデルよ。見てこれ。やっぱ、格ジャバージョンも追加してほしかったな。じゃあ、覚醒していきますか。講義はちゃんと聞けよ。はい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 。スピード上がって、すべてのあれかな、ステータスが上がってんのかな。はいはいはい。まあ、この状態だと、うかくも打ち放題なんですけど。あれ、うかくないのか。あ、てっきりあるもんだと思ったけど、うかくない。あ、うかくないね。はい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 。新事実だわ。覚醒状態の時ってうかくないんだ。俺、てっきりあるもんだと思ったけど。はいはいはい。じゃあ、うかく打ち放題なのは、このあれだね。行動ゲージっていうのかな、スキルゲージっていうのかな。これが、無限になるアイテムを取った時に無限に打てるだけか。あ、そうなんだ。覚醒の時もゲージが満タンだったから、いけるのかと思ったらそんなことはなかったね。まあ、なんせやっぱオールの目玉はこのあれかな。パイナップル攻撃と、うかくかな。気持ちのいいうかくの攻撃。はい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 。はい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 。まあ、うかくキャラなら、だいたい、うかく打てるやつは、打てるんですけど。はい。まあ、あとはこのボイスかな。あ、重蔵だ。掴んでやろう。おら!もぎたてのパイナップル、ボチン!ぐちゃ!はいはいはい。はい。これ何?ぐちゃぐちゃで。いてててて。はい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 、掴んでぐちゃ。はい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 、ジョーカー倒して
威嚇を打って、はい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 、からの、つかめ、おら、あ、つかめてなかった。突進しただけで終わった。さあ、もう出てこないかな。まだ来るか。爆発。最後誰か掴んで終わりで。君に決めた!ポチン。これで首が取れる演出まであったら最高だった。いや、確かでもこのゲーム R15 だよね。そこまであってもいいんじゃないか。というわけで今回は、オールの魅力解説でした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様です。